東武野田線から500系が撤退しました。東武鉄道は今日15日をもって特急アーバンパークライナーの運行を終了しました。この特急列車は浅草から大宮、柏間と大宮から柏間を結ぶ列車で、2017年4月のダイヤ改正から野田線発の定期有料伊勢崎線直通列車として運行されてきました。使用されていたのは500系リバティです。野田線内の停車駅は以下の通りです。また、浅草発の列車は浅間台駅以降、大宮発の列車は春日部駅以降、柏発の列車は運河駅以降で乗車券のみで利用できました。現在、浅草駅発の1号、大宮駅発の2号、4号、6号、柏駅発の3号、5号、7号の計7本が運行されています。しかし、春日部駅付近の高架化工事の進捗により、伊勢崎線と野田線をつなぐ渡り線が使用できなくなり、今年のダイヤ改正で運行を終了しました。ただし、春日部駅の高架化工事が完了した後は、需要次第で運行再開を検討するとのことです。運行開始から約7年、東武野田線から500系、リバティが撤退することとなります。また、今回のダイヤ改正では特急、アーバンパークライナーの代替として、500系3両編成による春日部行きのスカイツリーライナー1本が平日に運行されるほか、野田線のダイヤも一部見直され、大宮発、野田市行きの普通列車が平日は2本、休日に1本設定されます。ご視聴ありがとうございました。